皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は皆さんからいただいた質問に答える質問コーナーをやっていこうと思います。質問コーナーはちょっと初めてなので、できるだけ、いただいた質問全部に、答えていけたらなというふうに思います。じゃあ、お願いします。はいじゃあ質問いきます。はい。じゃあ怪我はどういう怪我をしたのですか？怪我は転落で胸椎8番という胸にある背骨みたいなところの8番の場所を、なんて言うんだろうな、こう背中から落ちたからずれたんだよね。背骨がこうずれて、その中に通ってる神経を傷つけたことによって下半身麻痺になりました。感覚はだから溝落ちから下が触った感覚はわからないけど、ただ動かせる場所っていうのはへそから下かな。腰をこう起こせることってさ、胸椎8番の人はできないんだって、うん、そうだから、なんかそんな感じ。はい。C8 不全損傷やってます。はい、軽損ね。はい。でリハビリ入院しています。所沢の国リハや食リハに入所したことはありますか？もしあれば簡単に雰囲気などを教えていただけますか？退院後国リハへの入所を検討しているので参考にしたいと思います。はい。私は国リハのリハビリのところには入院したけど、国リハにその食リハっていう職業訓練するリハビリのところと自立支援っていうところがあって、まあ、そこは本当軽損の人とかが多いかな。自立にいる人たちはなんかめちゃくちゃ自由な感じでいてたし、食リハはもうもはやほぼ一人暮らしみたいな感じで、結構自分で何でもやらなきゃいけなくて、でそこで就職するために必要な、ほんと職業訓練校だから CAD 習ったりとか、なんかそういうのをパソコンのやつとかね、入れるのであれば全然前向きに入っていいと思うし、普通に楽しいと思います。それもそうだけど、同じ感じの人たちがいっぱいいるから、それこそ情報交換とかさできるから、ぜひ入ってくださいはい。今の病院を出たら国リハに行こうか悩んでいます。国リハどうでしたか？めっちゃ良かった。超おすすめする。まあ、絶対的になんか行ってくださいって感じはないけど、でも私的にはやっぱり地元のなんかそういう積損あんま分かんないっていうリハビリ病院とかよりだったら、やっぱり国リハとか、まあでも関東は国リハだけど、関西とかにももっとこう積損に特化したリハビリが、兵庫にあるんだよね確か。で愛知にある、ちょっと動画にもウーパルっていうやつで載ってるんですけど、藤田医科大学っていうところもめちゃくちゃ積損の人にはすごいいい病院だなって思うんで、なんか、まあ、そこはだ自分力の距離感とか考えてもらってもいいと思うけど、でも国立派 はいいと思います。車椅子って室内に入るときマット的なので拭いたりするんですか？タイヤが汚れてることとかありますか？玄関上がったすぐのところで、雑巾がこう常にあるので、それで一生懸命タイヤを拭いています。まあ他の人とかは、まあ、長年乗ってる人、昔乗ってた車椅子を室内用にしてそこで乗り換えるとかもあるし、あとタイヤだけ交換する人もいます。あとは何だろう、一人暮らしの人とかはそのまんま、まあ、なんかアメリカスタイルみたいな海外スタイルでそのまま入る人もいるそうです。はい、はい。私も排泄障害があります。今まこさんは YouTube で上げていますが、 YouTube 始める前は友人などに排泄障害について言っていましたか？仲いい人にしか言わなかったですか？基本的にはもうオープンで言ってて、友達と遊びに行くときに、いや漏れるんだよねとか感覚ないんだよねとかってなるし、なんだろう、普通にさ友達もトイレどうすんのって自然にも聞くから、いや感覚ないからこうこうこうだよっていうのをもう誰にでも言ってた。聞かれた人とかにも普通に言ってたし、でもそんなになんか隠してる感じはなかったです。はい、はい。ぶっちゃけ性行為はどうしているのか、下半身が不随ではございますが、同じ人間として男女差はあるにしても気になるところなので、よかったら教えてください。なるほど。行為のことについては
また別の動画で私が卒業した話をしているので、そっちを見てもらえたらと思うんですけど、まあ全然できましたっていう感じですね。はい、はい、私は二分脊椎症です、はい、そのため運動があまりできなくお腹が出てしまいます、うん、まこさんはお腹が 出ないように何かしてますか、うん、もしあったら教えてください。これも他の動画でちょっと今腹筋割りチャレンジっていうのをやってて出してるんですけど、やっぱりどうしても麻痺してる分腹筋に力が入らないんですよね。で、あとその内臓を腹筋が抑えてるのに全部下に下がってきちゃうから、すごいみんなポッコリお腹になっちゃって、まあ、脊損腹とかっていう言い方を結構してるんですけど、私もなります。やっぱりでも意識的に座ってる時でもずっと下っ腹に力を入れてみたりとか、起き上がることはできないんだけど、こう解除してもらいながら腹筋をやる、自分が起こせるところまでグッて起こして、あとは引っ張ってもらう、補助してもらうっていう腹筋とかは家でやってます。あと起立とかも私はしてるから、その分腹筋も使うので、下っ腹にこう常にねダラーンってしてるんじゃなくて、こう意識を持って力を入れておくのと、解除ありの腹筋はおすすめします。まこさんとめっちゃ友達になりたいそうです、ありがとうございます。わかんない光栄なことですね、うん、嬉しい嬉しいです、ありがとうございます。障害者になって一番嫌な思いをしたお話を聞かせてください。嫌な思い、いや嫌な、でも漏らすのはやっぱ一番嫌だよね、うん、車椅子になって、まあ、いろいろできないことはあるから、それもそれで嫌だけど、どちらかというとその排泄障害になった方が嫌、やっぱうんぴぴ漏らすし、そこの方が嫌で、言ってなかったことがあるんだけどさ、何あの飲み会した時、うん、いつの22のあ、うんうん、本当は爆発してたんで、マジで全然言わなかったそう、もうなんかそうなんだ、そう、うんうん、そうなので、一人何事もない顔してたよ普通に。そうね、だから頑張って一人でさ片付、うん、トイレに行って片付けてさ、うんうん、でも完璧に片付けられるわけじゃないから、うん、でもよく言わなかったね何も、ごめんね気づかなくて、大丈夫大丈夫、いや逆にでも気づいてないんだみたいな、うん、あ、俺はさ、うん、もう匂いとかで分かってるから自分が、うんうんうん、多分絶対バレるわって思ってたんだけど、全然常になんかリセッシュみたいなの思ってんの、うんうん、だからそれをめっちゃ振りかけてさ、うんうんうん、でも意外とみんな気づかないから、そうだからみんな先に帰らせて、うん、もうお母を呼んで帰った、うん、そうだったんだ全然分かんなかった。そうだから、そうやっぱ排泄の爆発が一番ちょっとコントロールするのは難しいけど、うん、最近でもお酒は飲むけど、うん、焼酎のお湯割りをずっと飲み続けたら爆発しないっていうことが分かったから、なんかそういうなんかもう失敗を繰り返しながらちょっと今学んでる感じかな。クオリティ上げてってるね分かんないか、でもそれも体調次第で変わっちゃうしさ、うん、生理の前後とかでも変わっちゃうしさ、うんうん、嫌な思いっていうか、そうだね、排泄が嫌だなっていうのはあるかな。まこさんは都内で一人暮らしですか、実家ですか、ルームツアーやってほしいです。一人暮らしじゃなくてちゃんと家族と住んでいます。ルームツアーはちょっとなんかそんな大した家でもないから難しいかな私は生まれつき障害があり、恋愛に積極的ではありません。やっぱり相手に迷惑かけちゃう、かけたくないなって思うのですが、まこさんはどうですか。その恋愛に関してはまだ誰かと付き合うっていうことがないから、わかんないけど、私が健常者で好きになった人が仮に車椅子だったとしても、なんか好きになったらもうなんていうのか、関係ないというか、ちゃんとどういうとこがどうで不便なんだろうとか、お互いちゃんと分かってるのであれば別にいいのかなって思ったし、それ自分が障害を持ってるから恋愛できないっていうスタンスでいること自体が多分もう恋愛できないんだろうなって思う。なんかもう関係ないっすみたいな、私車椅子だけど全然関係ないですっていう意識で言ってた方がなんか恋愛できる気がする。だからなんか今普通に車椅子になって出会った人たちいっぱいいるけど、
なんか気になんないって言ってくれてるし、好きになって付き合ってほしいって言われたこともあるからあるんだよとかあるからあるから、だからその気にしない人もいるんだなって思うし、自分がやっぱりこうどん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 こう輝けるように行動してたら大丈夫なのかなと思います。YouTube の収入はどれくらいありますか？まあ、規約上なんかリアルなことはなかなか言えないから難しいけど、 YouTube の収入だけでとりあえずは最低限生きていけるくらいはあります。家に長時間いるんで掃除してスッキリしたんですけど、まこさん、まこさんはどんな時にスッキリしますか？どういうこと？どういうこと？今のこのご時世だから家に長時間いたら、私は掃除してスッキリしてるんだけど、まこさんはどうやってスッキリしてるんですか？あ、でもその気持ちわかるよね、うん、掃除してスッキリはわかるから、おいもたまにいらない服を全部捨てたりする。断捨離、断捨離気持ちいいよね、うん。それかコロナの時期は難しいけど、やっぱカラオケだよね。そうだよね、カラオケ。自分の好きな歌を大声で歌ったらスッキリします。はい、次。どこに行けば会えますか？写真&サインが欲しいです。アイドルみたいじゃん。将来に負けないのを見てて希望を持ちました。よろしくお願いします。どこにいたら会える？山形、うん、とりあえず山形にいます、ね、ネットで調べたら多分住んでる市もわかるし、別に隠してるわけじゃないしね。あと東京とかにも、まあ、月1で前は普通に仕事で行ってたので、その辺にいたら声かけてください。サインなんかないけど、雰囲気的な、練習してたじゃん。そう、雰囲気的なものはかける。ありがとうございます。就職してますか？就職、はい、してません。個人事業主です。はいはい、YouTube の動画のネタはどうやって考えていますか？まあ、でも一番初めは自分が障害を負った時に知りたかった情報をそのまま流してるから、まあ、そういうところかな。自分が困ったこととか、周りからどうしてるのって聞かれてることをそのまま動画にしたりしてます。私は右側の半巻きです。はい、ツイッターでまこさんを知り、応援している間に私はちょっとずつ立ち歩けるまで来ました。一度会ってお礼が言いたいです。いやいやいや、何もしてない私。でもすごいすごいね、うん、やっぱ何が起こるかわからないから、そういうリハビリとか動かすことはすごい大切だと思います。ありがとうございます。おすすめの漫画があれば教えてください。漫画、うん、もううわ、ベタだけどキングダムとかじゃない？今だったらね、今だったらキングダム。でもめっちゃ漫画を読むし、めっちゃアニメも見るからね、うん、もうハマったらやばいし。 YouTube の撮影は GoPro とかでしてますか？室内、今こういう室内の場合は5年から10年の間に普通に私物で買ってたハンディ、うん、ハンディカムで撮ってて、東京とか出先の時は荷物になるから GoPro で撮ってます。美容院でマニキュアで髪染めたんですけど、まこさんはおすすめのシャンプーやトリートメントありますか？そう、それさ、先に見てたんだけどさ、一応普段使ってるのはね、ひまわりの黄色なの、うん、でもね、おい、結局ムラシャンしないとダメだから、うん、準備しといたの、これグッバイイエローっていうムラシャン、うん、これいいのと、うん、これ高いからさ、あんまり使わないんだけど、うん、クラスターゼのシャンプーとトリートメント、これはムラシャンするタイプの人か、うん、には超おすすめ。 K-POP 聞きますか？聞かない、はい、あ、やばいやばい、イメージ悪かった。そんなことない、そんなことない、そういうわけじゃないけど、うんうん、聞かないです。はい、はい、着替えの時ピチピチのズボンなどを上げたりするコツとかありますか？寝てる時、ベッド上だったらすごい簡単なんだけど、トイレの時とかは本当にめっちゃ斜めとかになって、こう引っ張るよりなんか裏剣で引っ張った方がね。裏剣。どういうこと？なんかこの手の甲にこう這わせてこうやってやった方がさ、上がるんだよね。でもそんなような動画も作ってね、ある、着替え動画あるから、ね、まあ、大体やり方は一緒かな。次の車椅子買い替えるまでまだまだだと思うんですけど、次はこんなのにしたいとかってありますか？とりあえず背中、背もたれを J バッグっていうなんか、もうちょっと違う背もたれがあって、それにしたいなって思うのと、うん、まあ、あと別に色とか基本黒でいい、黒か、まあ、シルバー
でいいって思ってるから、もうちょっと軽量を目指したいかな、うん、軽い車椅子にしたいです。作業療法士に求めるものとは、でも私 OT をやってないんだよね。 PT しかやってなくて、でもまあ PT も OT もやっぱ教科書通りはできない、どう考えても人それぞれ違うから。だから本当に患者さんが何を望んでるのかっていうのをちゃんと聞き出してあげることが大切かなって思う。本当距離感をすごい縮めて、遠慮せずに言ってもらえる関係性をまず作っていくことが多分大事かな、 PT も OT もって思います。見た感じになりますけど、OT を目指しています。まこさんも今まで関わってこられたと思うのですが、うん、OT に求めたいことや OT に対して思うこと、思ったこと、感じたことがあったら教えてほしいです。そうだね、さっきと一緒だね、うんうん、PT さんに聞いたの。もう国立派に行った時に PT さんに、あ、ちょっと偉そうな感じになるんだけど、うん、先生は私と関わる時に国立派の PT の先生として関わるのか、それともあなたがなりたいと思った理由を抱えて多分 PT になったと思うけど、その PT として私に関わってくれるのか、どっちですかっていう話をしたの。なんかすっごい本当に悪い言い方したら、本当にただ仕事だから関わってるのか、お金のためとかさ、そういうので関わってるのか、人の役に立ちたいって思って関わってくれてるのかで、多分全然違うっていうのがあって、でもその私の担当してくれた先生は、いや本当に PT として関わっていきますっていうことを言ってくれたから、私の要望とかもめちゃくちゃ言ったし、ああしたいこうしたいみたいな、うん、マニュアル通りじゃないリハビリとかを多分結構してたと思うから、うん、なんか OT も PT も一緒だと思うけど、そういう関係性を作るっていうのは大切だなって思います。歩かなくていいなと車椅子の方を見て娘が言いました、うん、親として返事の正解に困りました。あ、でもずっと同じ体勢で座ってるのってさ、きつくない？